それでは横浜スタジアムにお集まりの皆さん、ヒロイン旅です。まずは今日のヒーロー、今シーズン2度目の4安打、宮崎選手です。ナイスバッティングでした。宮崎選手、今シーズン初のお立ち台ということで、いかがですか、この景色は。最高です。3回1点ビハインドの場面で満塁から初球を打って逆転の2点タイムリーツーベースになりました。あれはどういったお気持ちでバッターボックスを選んだんでしょうか。ピッチャーの熊も、頑張ってたので、何とか追いつきたいという思いで打席に入りました。その後もヒットを積み重ね、そして4安打、調子がいいと見てもよろしいでしょうか。いや、たまたまです。今日はですね、13得点ということで、セ・リーグの今シーズン最多得点、さらには17安打ということで、チームの最多安打となりました。今日の試合、振り返られていかがでしょうか。ベンチの雰囲気も、本当にいいんで、最高です。いや、宮崎選手の活躍もありまして、熊原選手、初勝利となりました。熊原投手に一言お願いします。おめでとう。ありがとうございました。続きまして、貴重な追加点を放たれました田中秀康選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。3回と5回は貴重な追加点のタイムリーヒット、さらには押し出しのフォアボールも選ばれました。本当にキラリと光る勝負強さがあったと思いますが、どういった意識で入られてましたか、バッターボックス。みんな調子がいいと思うので、特に敏郎君は毎回ヒットを打つんで、いつもチャンスで迎えてくれて感謝してます。ありがとうございます。おとといの試合でベイスターズのユニフォームを着て、ここ横浜スタジアムで初のお立ち台となりました。昨日35歳の誕生日、35歳になられて、この景色いかがですか。最高です。昨日チームメイトが、ケーキを用意してくれて、祝ってくれました。横浜のベイスターズの友達がいっぱいできたんで、よかったです。さらには今日こうして客席からも大きな声援が飛んでいます。横浜はいかがですか。最高です。さあ、そして明日からは首位阪神と甲子園に乗り込んでの3連戦となります。田中選手、横浜で見るファンの皆さんに力強いメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。明日からもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーロー、宮崎敏郎選手、そして田中裕康選手でした。さあ、最後はこれで締めたいと思います。皆さん、タオルを大きく上に掲げてください。続きます。This is my era. I love you.Welcome to your Yokohama.
リーグ